ラーテル。ラーテルは世界一怖いもの知らずの動物と言われています。ギネスブックにまで世界一怖いもの知らずの動物と認定されています。それはなぜなのでしょうか。それはライオンやハイエナなどラーテル自身よりもはるかに体の大きい動物に何の躊躇もなく果敢に立ち向かって追い払い、時には獲物すらも奪うことがあるというのです。ライオンやアフリカ水牛などの大型動物にさえ立ち向かっていくことがあるほどです。目の中に入った捕食対象はどんなものでも手当たり次第に口にしていくそうです。ラーテルは蜂の巣まで襲い、蜂の巣を襲う数少ない哺乳類として知られています。ラーテルはイタチ科の仲間で、体長は80から110センチメートル、その中で体の大きさは約60から80センチメートル、尻尾の長さが約20から30センチメートルあり、体重は7から14キログラムほどです。こんなに小さい動物なのに、なんでこんなにも強気なのでしょうか。その秘密は、ラーテルの分厚い毛皮にあります。ラーテルの分厚い毛皮は、猛獣の爪や牙も簡単には通さないと言われており、さらに、毒蛇の猛毒にも耐えることができると言われています。ライオンなどの大型動物と同じく、猛毒を持つ毒蛇に対しても、何の躊躇もなく立ち向かっていって、いとも簡単に捕らえて食べてしまうそうです。蛇が持っている毒に対して、強い耐性を持っているため、たとえ噛まれたとしても一時的に動けなくなってしまうだけで、数時間後には回復して動けるようになります。蛇だけではなく、猛毒を持つコブラに対しても同様で、躊躇なく襲って食べるそうです。ラーテルは、可愛い顔には似合わず完全な肉食で、敵に向かって、恐ろしい顔になって威嚇して、向かっていきます。そして、死ぬほど臭いガスを出して攻撃します。その他、耳障りな大きなうねり声を出したり、死んだふりをして、相手の隙を作り、その隙の間に逃げたりと、とてもしたたかな一面もあります。ラーテルは、その強さから、戦闘者の名前にもなっています。南アフリカには、ラーテルの名前にちなんだ、ラーテル歩兵戦闘車というものまであります。アメリカの会社が開発した銃の名前にもなっています。ラーテルは、アフリカのほぼ全域、それから、中東アジアと南アジアの一部地域に生息しています。乾燥地帯に主に生息していますが、湿原や森林に生息するものもいます。夜行性で、昼間は岩陰や、木樹と呼ばれる、木の樹皮が剥がれて、木の中が腐るなどして隙間が開き、できた洞窟状の空間で休んでいます。中には、昼間も活動するものもいるようです。群れは作らず、単独かつがいで生活していて、木に登ったり、発達した爪を使って素早く穴を掘ることもできます。雑食で、哺乳類や鳥類、果物のほか、蜂蜜が大好物で、また、蜂の幼虫を食べたりもします。ライオンなどの大型の肉食獣が捕獲した獲物を奪って食べることもあります。繁殖期になると特に気が荒れて大型動物にも躊躇なく攻撃します。このように性格はとても荒く、ライオンや水牛などの大型動物だけではなく、時には人間にさえも襲うことがあります。背中の柔軟な皮の鎧のため、ライオンの牙や爪は体をひっくり返さない限り、ラーテルを傷つけることはできません。ライオンやハイエナが生息していない岩や砂利の砂漠の生態系では、ラーテルが事実上生態ピラミッドの頂点に位置しています。ザンビアやギニアなど一部の地域では食用として流通していて、その他の地域でも内臓や脂肪、そして四肢や皮膚まで薬用として使えると信じられています。大型動物を襲い、そして蜂の巣まで襲撃するので、畜産業者や養蜂業者からは、害獣とみなされて、嫌われています。場所によっては、絶滅の危機に瀕していて、ボツワナのラーテルは、絶滅危惧種に指定されています。日本では、名古屋市にある東山動物園で、唯一見ることができます。ライオンに立ち向かっていく、小動物なんているんだな。本当に世界一怖いもの知らずの動物だなと思われた方は、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。
わからんでもないなと思われる方は、いいねボタンだけでも押していただけると嬉しいです。ラーテルは本当に最強だな。と思われた方は、チャンネル登録をして、このチャンネルの研究員になっていただけると嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。